ショードゼーグは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、カンタル県のコミューン。暑い温泉水のため、古くから知られる温泉地である。ショードゼーグは、オートルート A75 から近く、サンイコールフルールの東 28km、オーリアックから 89km、モーリアックから 61km、ブリュードから 85km、ルピューヤンブレから 110km の距離である。 サンシェリダプシェの西2 9トル、マンドから8 0トル離れている。コミューンは、オーブラック、カンタリアン地方に属する。ルモンタルー川がコミューンを横切る。パールの水源ショードゼーグの、スパセンターショードゼーグには30カ所の天然温泉の源泉があり、その水温は、摂氏45度から摂氏82度まである。1日あたりの総水量は1000 10,。 HL 近く1分間で694リットル湧き出している。最も有名なのはパールの水源で摂氏82度の湯が湧き出す。これはヨーロッパ有数の熱い温泉水で1秒間で5リットル近く湧き出す。焦土税具で湧き出す。温泉水の半分はパールの水源が占めていることになる。パールという水源の名は豚をトリミングすることに由来する。 つまりは、ふんだんに枠くお湯で洗い清めたことを意味している。温泉水はまた、格子牛の頭から、つま先まで洗ったり、羊毛を脱脂したりするのに利用された。住民が共有する、地熱暖房のネットワークは1332年に、できた。およそ40軒の住宅の1階部分は、様々な源泉の熱で温められていた。配管システムは、住宅の大きさによって共有された。 この暖房は地下の温泉の流れに沿った場所で暮らす住民には無料で提供された。しかし、配管の維持には住民が責任を負った。このシステムはカルデンスパセンター建設がコミューン議会によって決定されるまで所定の位置にあった。2009年、公共の源泉から引かれた温泉水を必要とするスパが開業し、そこでは リウマチや変形性関節症の治療に入浴が利用されている。観光での利用のために住民たちは自宅で温泉水を出さないようになった。今日では私有の水源を持つ個人宅のみが昔のように地熱暖房をしている。公営の温熱利用としては夏にプールの水が温められ、冬にはパールの水源の余った温泉を直接使って 教会の暖房に役立てられている。ショードゼーグの特産品には、オーブラック牛、フワース、アリゴ、トリプー、または、プンティがある。1130年には、ラテン語化された名前、デコリードアキスとして記された。1303年には、オック語でチャディセゴスと記された。オクシタニア北部のフランス語化された名称としては、チャルドスワグスとなり、 コデスアイグイスという奥語の名称に多用している。このコデスアイグイスは、カイルにある集落、コドセックスの古源となっている。クフール城パールの水源一帯は発掘調査によって、風呂の名残がある2箇所の洞窟、2箇所の溶岩でできた、ローマ風呂、プールとローマ時代の効果が見つかっている。450年頃シドニウス・アポリナリスは、ショードゼーグの水を、 カランツバイオエと名付け、肺結核や肝臓の治療に適していると認めていた。蛮族の信仰が通り過ぎ、水源だけが残された。パールの水源にビッダを所有する領主、ボドンは、カール三世と息子のカール王子の時代、886年に、ブリウドのサンジュリアン教会の参事会に対し、農村に付属する建築物すべてを寄進した。中世、衝土税具には、 数カ所のハンセン病療養所、かまどとプールのついた、消臭動員があった。パール地区では、庶民がブルジョワ階級と並んで公共のプールに入れた。1332年、住民が自宅を温めるために、温泉の源泉が提供された。アルマニャック白ジャン4世の敗北後、シャルル7世は、暖炊料をジャンドブルボンに売却した。 ブルボン家は1443年に百年戦争の傭兵ジャンサラザールに断浴料を売却し、1450年には再度断浴料はブルボン公シャルル一世に売り渡された。学者のジャンブランは1618年に源泉が厚く養分と歴成分を含んでいることを記している。1671年、サミュエル・コトローは、 水の中に古い硝酸カリウム成分が含まれていると認めている。フランス革命以後の停滞の時代を経て、町は帝国内で新たな温泉の流行を経験している。町には城がある。1283年、城の所有者、カニアック公爵は、サンイコールフルールの大修道院長に敬意を払っていた。15世紀、大地主はアモーリード・セベラックであった。 彼の死後、城は、弟のシャルルド・ブルボンの元に渡った。1495年、シャルルド・ブルボン・モロスが所有することになった。彼は、ジャンニセイとルイーズ・ダルブレでス・トゥービルの間に生まれた、諸子だった。1744年までこの家系が城を継承したが、1778年には王領に、併合された。クフール城は、ショードゼーグの町の南を見渡すことができる。 近くには1364年に、岸義雄ムドモンバラが所有していた、モンバラ城もある。この城は、工場戦後の1593年に、ユグノー軍によって攻め落とされている。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。